スライド。はい、皆さんこんにちは、ビジマヨです。今回はですね、第283回目ということでちょっと前後しちゃったんですけれども、ホットさん、はい、今回フォンテインのですね、これ青に見えるけど、スライトエディションのご紹介でございます。まあ色で言うと紺色チックな感じでございますかね。まあ、光を照らすとただの青に見えるんだが、はい、ちゃんと紺色でございます。それでは行きましょう。今日も元気です。Right. はい、ということで近くで見ていきましょう。近くだとね、ちゃんと紺色っていうのがわかると思うんですけれども、ここにスライドエディションって書いてありますね。まあそれ以外は一緒ですね。デザインとかも普通にいつものフォンテインっていう感じでございますね。ここにもちゃんとスペードのフォンテインって書いてありますと。ではサクサクっといきましょう。あ、ちなみにこんな感じでね、まあ若干薄めのトランプっていうのがわかるかもしれないですね。結構余ってます。はい、それではオープンね。はい、ブランクと、あとは広告でございます。これは1万個限定でございますね。はい、こんな感じで1億、なんだっけ、英語で10,000 だ。はい、こんな感じでございます。で、ここにファーストエディションスライトって書いてあります。はい、例のごとくザック・ミューラーさんです。はい、で、表側もですね、普通にいつもと同じフォンテーンでございます。はい、こんな感じ。最近顔認証すんげーされるんだよね。はい、こんな感じで、まあ、ジョーカーが普通に2枚ついていて、まあ、絵札だったりとか、あとは赤の色合いとかは全部バイシクルとかと一緒でございます。まあ、スペードのエースだけが、こんな感じでね、フォンテインって書かれていて、まあ、これだと紺色なんですけど、にフォンテインって書いてあって、あと紺色になっているという感じになっております。まあ、ただ、紺と青ってね、カメラ撮ると若干わかりづらいけれども、はい、まあ、そんな感じです。はい。で、ジョーカーもですね、2枚同じでございます。まあ、地味にマジックには助かる。まあ、上下はあるけれども、そんなに気にならないっていう感じですね。はい。まあ、表はサクサクっとこんな感じでした。じゃがじゃが裏でございます。はい。まあ、ちょっとね、青がね、そこ深く眠っているの比較はできないんですけれども、まあ、紺色ですね。はい。こんな感じの色合いでございます。まあ、光を通すとエンボスもよく見えると。思うんですけれども、こんな感じでございます。はい。ピュン。はい。あ、もうやっぱり、ね、ライト落とすと青にしか見えないね。まあ、スライトの、なんですけれども、まあ、さっき言ったみたいにちょっと薄めのトランプになって、多分、バイシクより2、3枚ぐらい。2、3枚言い過ぎか、1枚、2枚ぐらいは薄いんじゃないかなと思います。でですね、ちょっと固めなんですけれども、個人的にはスライトエディションはすごく質が個人的に好きですね。まあ、滑り具合だったりとか硬さだったりとかはすごく個人的に合ってる感じがしますね。フラリッシュだったりとか、まあマジックにもね、使いやすいんじゃないかなと思います。まあフォンテイン自体がね、全体的に質がいいと思うので、おーおーおー、暴れるなよ。はい。くるりん。ほら。いい感じ。ちょっとハトさんたちが暴れだした。あとから餌を食べ始めた。かわいいです。はい。ひゅいひゅい。うん。まあ、完全にブルーだね。なんかライトを通すとね。でも、ああ、かなり質は好きな方でございます。まあ、ちょっと高いけどね。で、名前がなんでスライトエディションになったんだろう。はい。ということで、今回はですね。まあ、第何弾だ、これ。でも、イエローちょっと先にね、紹介しちゃったので、前後しますけれども、まあ、7個、8個ぐらい種類は出ているのかな。今回は紺色。近くで見せると紺色だけ、遠くから見せると青。まあ、ライト当たるからね。いう感じでございます。まあ、1個、今とスライトエディションは、まあ、いろんなところで売られてますけれども、4000円前後かな。比較した感じ、4000円前後で1個手に入るので、まあ、結構高いとは思うんですけれども、まあ、個人的にはかなり好きな質だったので、まあ、好きな方はぜひチェックしてみてください。ということで、もしよろしかったら声が裏返った、はい、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで、バイバイ。守備、角度が気づかれたよ。キュイン。おー、暴れてる暴れてる。バイバーイ。